私を殺しに来たんなら、なんで助けたの？なんで殺さないの？お前は殺されたいんか？どの道お前生かしとることがバレたら、お前も俺も俺の雇い主に消される。え？せやけど、なんでお前が狙われとるかが分かれば、少しはやりようがあるかもしれん。コウモリの入れ墨言うのはなんや。なんでその男を探しとる？それはそいつがヤクザ雇ってお前を狙ったかもしれんのや。今更隠してもしゃあないで。コウモリの入れ墨の話なら D さんが知ってる。あ？ D さんに聞いてください。そうすればわかりますから。本当やろな？その話もっと早い言えや。いくら急所外しとっても銃で撃たれたんや。出血多量で死んでしまうかもしれんやろ。あなた、さっき大丈夫って。まさも方便ちやつや。メガ、死にたなかったらこっから出るんやない。絶対やぞ。はい。例の一つくらい言うてったらどうや。山形、朝早くにすまんかったな。オデッセイでもほとんど使わん物置や。あんなんであんたに菓子作れんなら安いもんやで。けど女閉じ込めるために部屋貸せなんて、あんたもええ趣味してんな。女のことは他言無用や。大胆な男やな。そんなもんライバル店の支配人に頼むことかいな。俺がこの秘密触れ回るとは思わんのか。このことがある筋に知れたら、俺はこの町におれんようになる。もしそうなったらあんた困るやろ。ああ、グランドとオデッセイっちゅう店が張り合うてこその争点ぼりや。どっちかの店んだけになれば、町自体の客足どんだけ減るやろな。野球と一緒や。一強だけのリーグ戦で客は呼べん。オデッセイだけで試合は盛り上がるんで。なるほど、さすがは夜の帝王っちゅうわけかい。わかった、あんたの秘密の趣味は俺の胸にしまっとくわ。せやけど菓子は菓子や、忘れんといてや。ああ、せや、真島はん。ああ、んたキャバクラにはいかがりますか？キャバクラ？ああ、最近増えてきとるらしいの。グランドやオデッセイみたいなキャバレーとは少しちゃうらしいが。せや、キャバレーのように時間制のお会計で高級クラブ並みの接待を受けられるっちゅんで、キャバクラいうようになったんや。まだ行ったことないが、それが？ほな一度行ってみたらええ。蒼天堀の夜の帝王がキャバクラ知らんやなんて、よそに知れたら笑われますよ。そんなええもんなんか？ええ、これからは間違いなくキャバクラの時代や。男も女も必ずキャバクラに流れる。キャバレーはもってあと数年ってとこやろな。そこまで言うんやったらあんたもキャバクラやったらええやないか。台所来るし言うてもそんくらいの金あるやろ。もうやったわ。
けどあかんかった。なんやと。ま、一遍見てきたらええ。あんたにもすぐにわかるはずや。キャバクラを制す者は夜の街を制する。その言葉の意味にな。チート喋りすぎましたわ。ほな。せや、あよう、リーとかいう店長探さな。あいつまだ法師会館におるんか。ん、なんや。リュウコ飯店来い。そういや、リュウコ飯店が探索の発見先を増やすって言ってたろう。暇の時に顔出してみるか。はい、というわけで大人の世界にようこそ。はい、第7章ですね。はい、始まりました。はい、第7章ですよね。そうですね、第7章で、牧村元琴が、狙われてる理由、まあ、あのコウモリ練り済みの男がどうたらこうたら、そういうの理由を リーが知ってるっていうことで、まだね意見があるんじゃないかということで、とりあえず法務士会館の方に行ってみるんでしょうか。じゃあ、あの山形ってね、まあ今のところはまだちょっと協力してくれてるんでね、おっとっとっと、まあ、まあ良きライバルであり、まあね、ライバルってそういうもんなんでしょうかね、そういう時はちょっとお互い苦しい時は助け合うみたいなね、さてと、ちょっと本市会館に行って手がかりらしきものがあればね、何か残ってればいいんですけど。店長はおらんか。あいつ撃たれとんのにどこ消えたんや。誰お前、何しに来た。黙っとったら何も分からんで。私関係ない。リーさんの着替え取りに来ただけ。リーの着替え。ほなお前、ここの店長の居所知っとるのか。リーはどこにおる。無事なんか。リーさん今私の病院いる。なんや、おっさん医者か。この辺りの中国人みんな私の病院来る。D さんも昨夜駆け込んできた。そんな病院どこや。いや、でも俺はリーの味方や。先生、あんたここにおった真という女知っとるか。真知ってるよ。リーさんあの子のこととても心配してる。俺はその女に頼まれてリーに会いに来たんや。せやからあんたの病院どこにあるか教えてくれ。あよ言わんと痛い目見るで。わ、わかったよ。私の病院小福町西にあるジャンバラヤってジャンソー。私いつもそこで患者見てる。ジャンソー。ジャンソーで病院。闇医者っちゅうことか。もう言っていいか。いや、俺が探しとることリーには内緒なんや。しばらく寝とれ。小福町西のジャンバラヤやったか。撃たれた店長はそこにおるはずやな。リーね、
じゃあジャンバリア行ってみる。あれこれなんだ、ヒソマークなんだっけ、これなんだろう。ちょっとこっち寄らせてください。なんだこれ、なんだろうこれ。ああ、あのダンスのやつだ。なんかみんな同じ顔してね、これ。なんか三兄弟。ちょっと、あ、マジマさん来てくれたんか。ああ、ちょっと寄ってみただけ。うん、ほんとほんとちょっと寄ってみただけ。何かなって来てみたら。オッケーオッケー、とりあえず来てくれただけで十分や。で、俺も暇じゃないんや。お前ら何をしよう言うんや。とりあえず目立って稼げることしよう思うんや。俺ら三兄弟、やっぱり、ね、顔そっくりだもん。と、真島さんが彼に戦ってる様子をお客さんに見せるんや。もちろん戦いはブレイクダンスでやるんや。どうや、いい考えやろ。確かにダンススタイルはちょっと鍛えたいと思ってたんでね。ダンスで戦ってる風にするだけやないか。そんなもんで観客が金出してくれるんかいね。厚かましい話にならんとええがな。金取れるレベルにするっちゅう話や。真島さん、互いにほんまに攻撃やってるんや。とりあえずそれだけで観客の度肝は抜ける。何やって、正気かいな。加減はしてても当たったらそれなりに痛いで。本気も本気、大本気や、大マジや。名付けてブレイキングファイトや。サブストーリー97、アレシの修行。これでまずは蒼天堀にうちらの名前を轟かすで。まあ、ものは試しや。さすがやるで。どこでやるんや。こんな路地裏じゃ誰も見てくれへんで。やるんは当然、俺らのメイン舞台や。岩星に行くで。いっちょぶちかましたるやないかい。あ、でもね、これはちょっと、やっときたいですね。うん。ちょっとダンススタイルを鍛えるためにね。あ、で、戦うんだ。ブレイキングファイト。実際やるの？疲れるな、これ何がひょーって湧くのか分かんない、いまいち。どう？お、でも114万稼いだよ。たったこれだけのバッタ、結構長かったな、でも、たったこれだけって言いながら。114万稼ぎましたよ。うん、いい、たったたった。おい。大丈夫かいね。手加減はしたつもりやけど、たまにごついのが当たっとったで。え？大丈夫や。それよりパフォーマンスの手応えはどうやった？チップがゼロなのも覚悟しとったけどな。上々やったんやないか。ちゃんと練習すればもっと金取れると思うで。せやろ、俺もいける気がしたいや。真島さん、これからもよろしくな。はいはい、これ今日のギャラいくらもらえるんだろう。あ、4分の1だな、これね。うん、うん、真島さん、どないしたんや。いや、なんだか少ない思ってな。もっと稼いどらんかったか。100何万ね。うん、え？マジモさんの取り分2割。え？ちょっと待って、おかしくねえか、2割って。2割5分だろ、せめて。2割やと。俺は主役みたいな扱いされとって、自分で言うのもないやが、一番動いてた思うで。そうそうそう。そんな世知辛いこと言うなや。えんや言うても、マジモさんの先っぽギラギラした靴で蹴られんの、ごっつ痛いやで。これから打ち身でチップでもアホみたいに使うんや。それにあの橋の上をステージに使えるのも俺が勝ち取ったからできることや。それに、うん、分かった分かった。治療と商売で考えたら妥当な取り分かもしれんな。とりあえず2割で様子見たるわ。真島さん、分かってくれたか。これで CD コンポが買えるで。ん？ CD やと。いやいや、 CD じゃなくてチップや。真島さんの聞き間違いや。
え？ええ、ちょっとボロ出てるぞ、今。うん、なんか、調子いいことばっか言うとるよ、言うとるようやな。ダンスに関しては本気のようやな。わかった。また来るで。うん、まあ、ちょっとしたお金儲けにはなるのかな。うん、でも22万じゃな、ちょっとな、うん。でもダンススタイルを磨くにはいい場所かもしれないな。よし、じゃあ行ってみよう、早速。でもね、体力大丈夫かな。うん、大丈夫だね。うん、ん？待てよ。1000万の？じゃあ能力強化やっとこうか。せっかくだから。一番しょぼいダンサースタイルをちょっと鍛える。ブレイクロール。ガードが弾かれた状態から繰り出す。攻撃を伴う回避技。これいいな。うん。なんとなく。なんとなく、かっこよさそう。ねこれ。ポーズソウル、スウェイ。敵の攻撃を華麗に回避するヒートゲージが溜まる。あ、いいね。ヒートゲージ溜まるのいいじゃん。ちょっと今はね、ちょっとダンサースタイル強化月間なんでね。ガード状態で繰り出す。回避性の高い。L1 と L を入力しながらバツ。まあいいか。うん、まあ何でもかんでも、うん、やっとこう。ちょっと待ってください。なんか、よし。え？これは？あ、攻撃力アップいいな、これ。うん、これ重要。非常に重要。あと200万か。あと体力かな、これ。うん、よし。うん。よし、OK。あれ？ 5 万しかなくなったぞ。え？ちょっと、やべえな、これ。5万はいくらなんでも、ちょっと。まあ、ちょっと行ってみようか。ジャンソー大丈夫かな。お前誰あるねえとか、袋叩きするあるねえとか、ちょっとやめてほしいな、それ。ジャンバレーここやな、うん、なんか戦いになりそうだな。で出てくよろしいみたいな感じでさ、して試合で、ね、戦い終わった後にリーが、いやそれはワイの客やとかつって、今頃出てくんないよみたいなね。あれ大丈夫。おいるじゃんいるじゃん。ああ、そろそろ来ると思っとったで。案外遅かったやないか。なんやと。そない怖い顔すんなや。あんた、俺が来ることお見通しやったっちゅんか。まあ、想定の範囲内やな。わしをただの針師と思わん方がええで。ゴッドハンドやさかいな。ああ、あかんあかん。そんなん通るわけないやろが。そのとん、当たりや。うわ、そりゃないよ、リーさん。お前、下手すぎや。萌え、そこの新顔と変われ。あんたもええやろ。せっかくこないなところまで来たんや。わしは一度な、殺し屋っちゅう人種と麻雀打ってみたかったんや。怪我人にしちゃ元気そうにしとるやないか。アホ抜かすな、死ぬほど痛いわ。腕が動かへん。あんたと変わってやりたいわ。あんた、あの女がどないなったか聞かんのか。誠が死んどったらわしを探す理由なんてあらへん。生きとんのやろ。お前まだいっぺんも人殺したことないな。顔見りゃわかるんやで。一線越えんで踏ん張っとるっちゅうとこや。人を殺せん男がなんで殺し屋なんかやっとるんやな。顔を見ただけで何がわかるっちゅうね。ホンドレみたいなアマちゃんが生きったところで誰もビビらんでいい。わしにはわかるんや、なんでも。それ論や、悪いな。誠は怪我しとらんのやろな。
なあ、女は無事や、安心せえ。そうか。そしたらあれか、お前がここ来たんは自分が生き残る策を探ろうっちゅうことか。下手打った殺し屋が雇い主に殺されんようにな。言うとくけどな、俺はまだあの女殺さんと決めたわけやない。俺以外にもあの女狙ってた連中がおったな。あんたの体に銃で穴開けたヤクザどもや。それがどないした。やつらはなんであの女狙うとる。そんなもんお前の雇い主に聞けや。そいつも誠狙っとんのやろ。女が狙われとんのはお前らがコウモリの入れ墨嗅ぎ回ってるせいなんとちゃうか。さあどうやろな。リーさん大丈夫だったか。応援かき集めてきたよ。そいつリーさん狙ってる。おいおいおい、ちょっと待って待って待って。なかなか楽しかったで。まだ話は終わっとらん。俺が敵か味方もわからんやろが。ちょっと刀持ってる。精霊と。それでもやるんか。敵か味方かわからんのやったら殺した方がマシや。それがこの町の中国人の流儀やで。聞く耳持たんちゅうわけかい。くそ、精霊と思ってるぞ。ちょっとお前ら遠慮はいらんでぶちかましたれ。よし、あの三兄弟から教わったダンス技で行くしかねえ。ここは行こう。よしよし、ブレイクだ。ブレイクダンスかなりいい感じで決まってる。よし、よしよっしゃ、ノーダメージで、うん、なかなかあれですね、こういう障害物あるところでは良さそうですね。弾き飛ばせるんで。なるほど、出来損ないの殺し屋っちゅうわけでもないか。ちいと甘く見とったわ。あんたらの島を荒らす気はない。あの女がなんで狙われとるか知りたいだけや。誠の狙われる理由がコウモリの入れ墨の男や言うんやったら多分関係ないで。なんでそないに言い切れる。誠から何も聞いとらんのやな。あの女がお前に聞け言うたんや。あの子は自分の口から言いたないだけや。どういうことや。あの子はな、コウモリの入れ墨の男のせいで目が見えんようになったんや。何？誠は2年くらい前初めて大阪に出てきた。身寄りも行くあてもないただの18歳の女の子でな、住み込みのホステスやったりいろんな職を転々としとったらしい。せやけどそれは蒼天堀の裏社会にとっては格好の餌食やった。格好の餌食？せや、誠に近づいてきた悪い男がおってな、口八丁で誠に身寄りがないこと嗅ぎつけると急に人が変わったそうや。あの子が逃げられんようどこぞの俺に監禁した。そいつは何の目的でそないなこと。金や。金に決まっとるやろ。コウモリの入れ墨の男は誠を金で売り飛ばしたんや。ある韓国系の組織にな。そっから毎日あの子が朝から晩まで何させられとったかは皆まで言わん。ただあの子の目が見えんようになったのはそれが原因や。極限状態のストレスから来る
心因性視覚障害。火もささんような暗がりで、あの子が自分の目で最後に見たんが、そのろくでなしの腕にあるコウモリの入れ墨や。結ったくそ悪い話や。そんな誠をわしが拾ったんが、つい半年くらい前や。あんたらはその復讐のためにコウモリの入れ墨を探し回っとるっちゅうわけか。誠は自分と同じ目に遭うやつを他に作りたないんやと。なんやったらわしが確実に殺したるけどな。コウモリの入れ墨皮ごと剥ぎ取ったる。けどこれで分かったやろ。言うてもコウモリの入れ墨は町で自分の顔さらして女さらう程度の小物や。そいつが今誠の狙われとる理由とは思えん。チンピラに雇われてあない行さんヤクザは動かんやろ。せやったら他に心当たりはないんか。ないな。わしの話はこれでしまいや。あの女は小福町通りの春ビルの中におる。オデッセイいう店が倉庫に借り取る場所や。お前わしに誠返してもうてええんが。誠のこと殺さんで雇い主とどないなしつけんねん。殺されんでいい。それに誠も結局代わりの殺し屋に追われるだけや。せやったらどないせっちゅうね。逃げきれんこともないで。一つだけわしらもお前もヤクザから逃げ切れる手がある。せやけどそれは劇薬地味た手や。大事なもん守るためにはそれに見合う犠牲が必要になる。あんたの協力も必要や。俺の協力？せや。ただわしの考え聞く前にやるかやらんかこの場で答えてもらわなあかん。でどんなことでもやるか。そんだけの覚悟があんたにあるか。どの道このままやったら俺はしまいや。やるかやらんか聞いとるんや。どうなんや。ええやろ。やっとるわ。そうか、わかった。せやったらあんたは誠んとこに早帰り。今日んとこはあの子の面倒を見たってくれ。え？わしには急いでやらなあかんことができた。何する気なんやあんた。目処がついたら教える。それまでは秘密や。この先あんたと連絡つけるにはどないしたらええ。キャバレーグランドや。夜になったらそこにおる。俺はそこの支配人や。ほんまか。あんたがあのグランドの。飲み代は心配すな。俺のおごりや。ふん、わかった。とにかく夜になったら連絡する。あんた名前は？真島五郎や。セモンやったな、あのリーとかいう男。しゃあない。一度女の様子見に行くか。まあ戦いになったんですけどね、さほど強くなかったんでまあ大丈夫でしたね。はい。というわけで時間、30分超えましたんで、そろそろ今回はこの辺で終了ということで、はい、ではまた次回よろしくお願いします。面白くなってきましたね。ねえ、どうなるんでしょうか。誠ちゃんかわいそう。うん、もうね、コウモリの男をぶっ殺したいですね。はい。はい、ということで、はい。では、よろしくお願いします。はい、さよなら。チャンネル登録よろしくお願いします。パソコンの方は、こちらの登録ボタンを。
スマホの方は画面下にあるチャンネル登録の方をクリックしてください。よろしくお願いします。